まりました。しゅうちゃん、オートでーす。本日ですね、飯塚オート2日目ということでですね、今日は二次予選という形になりまして、ABC に分かれております。今日も5レースから最終レースまでやっていきたいと思います。今日は残念ながら雨で出走路でございます。最終レースまで出走路の、感じになるのかな、どうなんでしょうか。はい。ということでですね、本日も楽しんでやっていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。1本目の5レースですね、二次予選 B でございます。でここ雨が降ってるということで、石本選手スタートからねしっかり行ってもらって、あとはねまくってまくってまくりまくって頭まで行っちまえ、スタートしました。いけ、まスタート行ったべ。3番の小林、外から4番の赤織がこうスタート、まずは枠番順で出ております。そして最重班から8番の石本が一気にスタート。さあ内が入ってる、内使えるか、マッチ8番の石本、そこ内入ってこれんか。第4コーナーでは一気に4番の赤織にも接近してまいります。前は1番の松尾、2番手が2番の水口、レースはこれから2周回目です。さあこの1コーナーで捉えます。2番の水口が先頭、2番手1番の松尾、そして8番の石本、ケアが早い攻めで現在3番手、4番の赤織、そのインコースからは7番の山浦の突進です。7番の山浦がこれ4番手と上昇、その後ろ6番の町田は現在5番の中村をまくってこれ6番手と上昇。レースは残り4周回、先頭は2番の水口。さあ2番の水口がリードを広げにかかっております。さあ中入って、食らいつく1番の松尾なんですが、インコースからは8番の石本圭也、8番の石本がこの3コーナーで飛び込んで水口さんがいい感じに逃げてる。さあマッチが来たよ、外を使って現在4番手、4番の赤織、6番の町田は依然として6番手、レーサーの松尾上がってこい。さあ2番の水口のペース、水口のペースも悪くなさそうなんですが、8番の石本がこの 1,2 コーナーでぐっと接近してまいります。バックステージから3コーナー、さあ一気に飛び込むか、しかしここはわずかに届いておりません。3番手の水は1番の松尾をまくって、7番の山田、ここで上昇してまいります。レーサー残り2周の終盤戦、さあ切り返しの体勢、ここで先頭へと上がりました。8番の石本が先頭、2番手2番の水口、さあ水口頑張って、7番の山浦です。少し外気味、外気味、6番の町田はこれは苦しい5番手となっております。先頭は8番の石本、あとは焦点2番手の小井田、2番の水口にアウトコースからまくるのは7番の山浦、残り合い少し張り気味で、少し張り気味で、さあ経済コースを通っては2番の水口、アウトコースからまくってくる7番の山浦、さあタイガーの部分3コーナーから4コーナー、さあまくりきれるか7番の山浦、インコース成功する2番の水口、わずかにまくりきった7番の山浦、しかし滑っている、最後のコーナーをクリア、先頭8番の石本でゴールに決まった。さあ6レースですね、こちら雨巧者結構揃っております。そんな中6番の竹谷選手、こちらが一番人気、福岡選手はですね、ハンデ重加となっております。さあ竹谷さん行こう、スタートしました。まずは10戦は2番の小長がこうスタート、そして20戦では4番の水本、5番の福岡はスタート遅れました。30戦から7番の正木が先手を取っております。そして最高峰が8番の浅田、竹谷さんがこのインソン方がどうだ、効くかどうか。3番の野田光弘です、早め2番手へと上昇、さらに後方からは5番の福岡も巻き返して現在4番手、でさあこれから2周回目、ちょっと竹谷さんの足色がどうだ、黄色信号なのか。そしてインコースからは7番の正木、これ一気に2番手へと上昇、外からは5番の福岡、間は2番の穂永です。人気の重心6番の竹谷はこの争いを見ながら現在5番手の一角、レースは残り4周回、先頭は3番の野田、そして2番手に上がったのは7番の正木です。
さあ7番の増木がくるっと小回りからさあ先頭をうかごう勢いがあります。ここは2番手、そして外からまくってくるのは5番の福岡隆、最内からは6番の竹谷の突進、これ4番手と上昇だ。さあ先頭争いは3番の野田、インコースからは7番の正木、アウトコースには5番の福岡、ベーター残り3周回です。さあ1コーナーで7番の正木、これ先頭へと上がってまいります。2番手交代は3番の野田、竹谷さんがどうだこれ、福岡のまくり、その後ろに6番の竹谷がいます。先頭は7番の正木、アウトコース、さあ野田さんが間に挟まれたらちょっときついぞこれ、両者は2着争いとなっております。最内からは6番の竹谷、残りは2周の終盤戦、さあインコースを狙っては6番の竹谷、そして外からは5番の福岡、さあ先頭争いも2着、やっぱ外が効く感じだなこれ、7番の松崎に並びかける5番の福岡、さらには竹谷さんにしてもちょっと厳しいなこれ、その後に8番の浅田も接近してまいりました。4コーナーを立ち上がって残りは1周のブルーフラッグ、さあ先頭争いどうか、外から5番の福岡がまくり切れるか、インコース抵抗する7番の松崎、いや高お見事だこれ、前に出たのは5番の福岡隆です。2番手は7番の松崎、3番手は6番の竹谷隆、竹谷は3番手がいっぱいか、最終コーナーへと向かっています。5番の福岡隆です。2番手は7番の正木、いや高尾見事素晴らしい、7レースですね、試走タイム非常に抜けた形、小野さんね、6号車しっかりここ、頭までいけるのかどうか、そこが大注目でございます。第7レース西予選 B、 いけスタートしました。まずは10戦は2番の小里がこうスタート、そして20戦からは5番の斉藤がいいスタートを切って、まずは3番打診、3番の今田は流れております。さらに続いてくるようには6番の東尾のも4番手、高ポジションからの競争です。わ、小野さんいった。3コーナーでは一気に西上がり観光、6番の東尾の早くも2番手と上昇です。しかし5番の斉藤も動きとしては負けておりません。レーザーこれから2周回目、早くも先頭へと上がりました。6番の東尾の正道、ついてくる展開が5番の斉藤です。いや高宗君がちょっと3番手は2番の小田のアウトコースから4番の田島、さらには最内からは7番の田中将暉の突進、7番の田中将暉がこれ3番手へと上がってくれるか、大外分回してくれるか、高宗君レーザーの行ってみよう。先頭は6番の東尾の早くも決着をつけたでしょうか。2番手は5番の斉藤、しかし若干距離が空いております。さらには3番手の接戦で4番の田島ファイトバック、インコースは7番の田中将暉、アウトコースからは8番の高宗、高宗もさあ間を突っ込んで3番手とそこ抜ければ結構いいとこ行ける。先頭6番の東尾の2番手が5番の斉藤、そして3番手争いなんですが、インコースもう一度7番の田中将暉、アウトコースからまくって攻めるのは4番の田島、さあこの両者の争いに8番の高宗仕掛けどころがあるかどうか、現在は5番手の位置です。4コーナーを立ち上がって残りは2周の終盤戦、先頭6番の東尾のこれは独走状態、そして2番手も5番の斉藤が粘っていきそうか、その後ろ若干車が詰めるのは7番の田中将暉なんですが、まだ 2,3 番手の距離関係は相当な距離が空いています。そして4番の田島アウトコース、8番の高宗は4番の田島に付き合っております。残りは1周のブルーフラッグ、さあ3番手争いは高宗まくれ、田中将暉が一歩優勢か、先頭は6番の東尾の独走状態、2番手は5番の斉藤、そして3番手は7番の田中将暉、その後ろ4番の田島に8番の高宗は5番手、ダメか。最終回の第4コーナーを今先頭で6番の東尾のがクリア、東尾のが山野さんおめでとうございます。さあ8レースですね、ここ6番1番コロニ車がね断然な人気でございます。西村選手ね、スタート残してしっかりね6周回逃げれるかどうか、あとは新村君外分回してこれるかどうか、さあ行け、
まずは10戦は2番の山脇、そして20戦は外5番の戸塚が行きました。30戦は枠なり発進です。まず前は1番の西村のペース、2番手は2番の山脇、3番手が3番の川端、4番手が5番の戸塚で、6番の新村、そして7番二村の順、8番の大地が7番手で、最後方に下がったのが4番の筒井健太です。これからレースは2周回目。新村君がちょっと迷ってんな。さあ早くも半レサ以上のリードをつけております。1番の西村です。2番手は2番の山脇、3番手は3番の川端、そして4番手に上がったのが6番の新村です。この新村についていくのは7番の二村です。いやこれ独走っぽいな。さらには8番の大地もこれ上昇してまいります。5番の戸塚、最後方が4番の筒井、レーサー残り4周回です。さあ1番の西村大きく抜け出す競争となっています。2番手2番の山脇、さらには3番の川端がついていくのがいっぱいいっぱい、その外からまくってくるのは6番の新村です。さあこの3コーナーでは3番の川端が2番手と上がったんですが、外からまくってくる6番の新村、いやこの差はどうだ。レーサー残り3周回、さあこれ2番手と上昇、さらにはこの6番新村を追走しているのは7番の二村司です。7番の二村も6番の新村に負けない動きがあります。さあしかしこれは2番手争いになっていくと、40メートルぐらい差がある。ちょっときついわこれは。6番の新村、これは追いつくのは至難の技となっていきそう。残りは2周の終盤戦です。先頭は1番の西村、さあ2番手は6番の新村で、3番手7番の二村、さらには4番手上がれるか8番の内、しかしここは3番の川端が粘っております。ここで4番手と上がった8番の内、しかし3、4番手の距離関係も相当空いております。あとは2番手争いが焦点です。4コーナーを立ち上がって、残りは1周のブルーフラッグ、先頭は1番の西村です。さあ2番手6番の新村、7番の二村も終盤戦は足色が同じような感じに見えておりますが、最後は外からまくろうとしています。二村選手も新村君もいっぱいになっちゃったね。この両者体が並びそうなんですが、6番の新村が2番手優勢か。最終コーナーを立ち上がります。先頭は1番の西村、二村さんおめでとうございます。さあ9レースですね。ここも揃えましたが、ね、後者、まあ、そんな中ね、昨日ね素晴らしいレースをしました篠厚、7号車ですね、こちらを一択勝負でございます。さあ篠厚いけ、スタートしました。まずは10戦は2番の田中進む、そして20戦はどうでしょうか。大外から8番の鈴木朗和、そして真ん中5番の別府慶吾、5番の別府がまずは4番手発進です。前は2番の田中進、早くも捉えて先頭、しかしインコースからは3番の中尾隆、1番の根本は交代して、最内からは5番の別府慶吾、5番の別府慶吾が20戦からは先頭を取っております。いや中尾君の抜けが早いわ。さらにその後ろは7番の篠原、8番の鈴木、インコース6番の田中茂で、最後方が4番の吉松となっています。さあトップ争いは3番の中尾に、アウトコースは2番の田中進、この両者10戦両者が並び合っているところ、接近するのは5番の別府。さあここからピッチ上げられるか篠原が、さらには7番の篠原敦が現在4番手、レーサー残り4周回です。先頭3番の中尾、さあ2番手外を通る2番の田中進、しかし推進力は負けておりません。対照的なコース取り、さあ首位争い、この首位争いに突っ込みはいいんだけどな、ストレートか立ち上がりか、ここから伸びてこい篠原も、現在4番手、レーサー残り3周回です。先頭3番の中尾、2番手2番の田中進に、アウトコースからはインコースからは5番の別府慶吾です。7番の篠原は依然として4番手、さあ前3選手が若干抜け出す格好となっています。そして7番篠原の後ろはまた車間が空いております。先頭は3番の中尾、アウトは2番の田中進、レーサー残り2周の終盤戦です。いやきついな。人気を集める3番の中尾が先頭だ。2番手しかし食らいつく2番の田中進、もう一度並びかけてまいります。そして3番手5番の別府慶吾、5番の別府慶吾も3番手と上がったんですが、前を狙える距離関係ではないか。4番手7番の篠原も同じような足色、残り合い周辺少し打つ、少し打つじゃないと。先頭は3番の中尾隆、いやー詰めてはいるけど、インコース5番の別府に7番の篠原、さあトップ争い3番の中尾、食らいつく2番の田中進、この両者の1着争いか。そして3番手争いも5番の別府に7番の篠原敦、最終コーナーを立ち上がります。いや中尾君が、おー進君がいった。
さあ10レースですね、荒尾聡選手登場でございますね。得意の疾走路、果たしてね、どういう展開に持っていけるのかどうか、結構ね雨校舎揃ってます。10レース2次予選へスタート、いけ、スタートしました。まずは20戦のスタート争いは左右から2番の松岡好スタート、さらには30戦からは7番の中村が好発進、インコースからは5番の金替え、真ん中をつくのは8番の荒尾、インコースは6番の森本です。3番のマクセと4番の鈴木は遅れました。そして前は2番の松尾が早くも1番の三崎を捉えて先頭です。2番手1番の三崎、3番手は5番の金貝に8番の荒尾、レーサー2周回目。さあこの1コーナーで一気に2番手が上がってきたのは8番の荒尾、ちょっと創作願いが出る。それだとさあ人気の重心8番の荒尾、2周回目で早くも先頭を奪うか。先頭2番の松尾のインコースを狙っている8番の荒尾、さあここで入ってまいります。8番の荒尾が早くも決着をつけました。素晴らしいな。2番手は2番の松尾、さあここから食い下がっていけるかどうか。さらには3番手に上がったのは6番の森本裕介です。その後は少々車間が来まして5番の金貝、アウトは7番の森本ちゃん来た。さあこの2番手を狙っては6番の森本、ここで上昇してまいります。3番手交代は今の松尾、いや松尾選手やられちゃうかい。その後は5番の金貝に、アウトは7番の中村、レーサー残り3周回。さあ前はリードを広げにかかっています。8番の荒尾聡です。そして2番手6番の森本、さあつかず離れずの距離関係。そして3番手は5番の金貝、ここで2番の松尾インコースから刺して3番手と上昇です。7番の中村は5番手、そして4番の鈴木、3番の牧、最高峰が1番の三崎。いや、残り2周の終盤戦です。先頭は突き抜けました。8番の荒尾聡、リードを広げております。2番手は6番の森本、さあ3番手から若干差を詰める5番の金貝なんですが、 2,3 番手の距離関係は5写真ほど。その後ろは2番の松尾、7番の中村、5番手、残りは1周のブルーフラッグ。あとは焦点2番手争いとなっていきそうなんですが、ここも6番の森本が優勢です。いやこれ前の金貝です。先頭はご覧のように前の選手が全然残れねえか。2番手6番の森本、3番手が5番の金貝、体勢が決しました。いやお見事、荒尾選手おめでとうございます。さあ11レースですね、慶次郎登場でございます。ここはね、辻君と被りましたね。果たしてこの2社で決まるか、岩見さんがどこまで来るのか、それが注目でございます。さあ行け、スタートしました。まずは20戦は外4番の辻が好発進を決めています。そして30戦からは大外7番の岩見はトップスタートを決めるか。インコースは5番の木山、真ん中は8番の鈴木一郎です。前は1番の中原、2番手2番の青山、そのさあ辻君が一発で青山さんの後ろ入っていった。と上昇だ。その後ろはごった返しておりますが、8番の鈴木圭一郎が抜け出すか。レースはこれから2周回目。先頭1番の中原、インコースから突進を見せるのは4番の辻大樹、4番の辻が先頭、2番手1番の中原、3番手は2番の青山。さあ辻君早めに離していかないと圭一郎来るよ。見えております現在4番手、しかし外から7番の岩見をまくろうとしています。この乗車は現在 4,5 番手。レーサー残り4周回、ピッチ上げて、先頭4番の辻君ピッチ上げて、2番の青山で真ん中をついてくるのは8番の鈴木一郎、鈴木一郎のさばき、ここで3番手と上昇だ。7番の岩見を5番手から、さあこれ4番手と上昇、岩見さんも来た。先頭4番の辻、いや結局この最初か。さあそして2番の青山をまくるか。いやここで切り返しの体勢、8番の鈴木一郎、ここで2番手と上昇だ。レーサーの、いやあと3周じゃきついな。先頭4番の辻、さあ襲いかかるのは8番の鈴木一郎、その差は3写真ほど。3番手は2番の青山で、7番の岩見は4番手となっています。前は4番の辻、さあ8番の鈴木一郎、まだまだ猶予残り2周あります。さあこれ切り返しの体勢、さあ一発いった。8番の鈴木一郎、ここでトップ8を立ちました。あとは2番手争い、4番の辻粘っていけるか。3番手2番の青山必死に食らいついておりますが、インコースを狙っては7番の岩見、さあここで入りきれるか。いやここはまだ入りきれておりません。こうなると2番手争いは4番の辻が一歩優勢か。4コーナーを立ち上がって、残りは1周のブルーフラッグ、焦点は3番手争いです。いや、岩見さん行けん。前は8番の鈴木、2番手が4番の辻、あとは3番手争い、2番の青山のインコースを狙って7番の岩見、いや来た、ここで入って3番手です。さあどうやらこれは1番人気での決着となっていきそう。木山君これなかったか。先頭8番の鈴木一郎、いや圭一郎おめでとうございます。連勝でゴール。
さあ最終12レースですね、8号車有吉達也選手登場でございますね。昨日はちょっとね、赤敗でございましたが、今日は疾走路どうにか行ってくれるでしょう。12レース20戦へ、あと松山さん頑張って。スタートしました。まずは20戦は3番の阿部がこうスタート、そして30戦は5番の浦田、そして6番の久松山さんスタートいけんかったか。7番の永田、8番の有吉は最後方からの展開ですが、ダメかスタートいけんと。6番手の一角前は1番の元カド、2番手3番の阿部、早くも2番の鈴木をつかめようとする 3,4 コーナーです。その後ろ6番の久カド、さらには8番の有吉もここで4番手と上昇だ。終わったー。さあインコースを通って松山さんがダメだ。8番の有吉早くも2番手と上昇、3番手交代、3番の阿部、外からまくるのは6番の久カドだ。前は1番の元カド、さあ外からまくり上げるのは8番の有吉、早くも先頭へと上がってまいります。さらには切り返しの体勢に入りそうなのは6番の久カド。レーサー残り4周回、いや久カドさんが言ったよ、上がったのは6番の久カドです。そして3番手争いは3番の阿部が1番の元カドを捕まえました。その後ろ5番の浦田が5番手で、4番の松山、さらには7番の永田は現在7番手、最後方が2番の鈴木となっています。前は8番の有吉、早くも決着をつけましたか。レーサー残り3周回、2番手あと3周、もうこのままだろう。3番手は3番の阿部です。4番手1番の元カドが続いて、5番の浦田が差を詰める 3,4 コーナー、現在5番手の位置です。7番の永田は依然として後方集団、前は8番の有吉、さあ焦点2番手争い、6番の久門が粘っていきそうか。残りは2周の集団戦、あと5周ぐらい走ってもこのまんまやな。6番の久門に食らいつく動きがあるんですが、仕掛けの距離関係にはありません。そして4番手は5番の浦田、これ上がってまいりました。しかし 3,4 番手の距離関係も相当空いております。焦点は2番手争いとなってきそう。4コーナーを立ち上がって、残りは1周のブルーフラッグを通過。さああと1周です。先頭は8番の有吉達也、昨日は両走路で2着、今日は出走路で待望の初勝利。いやこれ久門さんの2着っていうのがね、まあまあ配当を上げた形になるんじゃないかな。3番手阿部です。最終コーナーへと向かっています。完全に体勢が固まってまいりました。8番の有吉達也、2番手が6番の久門。太田君おめでとう。有吉達也人気に応えて降臨。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。本日は出走路につき8号車安泰という形でございましたね。はい、明日天気どうなんですかね。いやーでもそうだな、結構雨降車っていうのがね、結構皆さん結構増えてきたんで、ね、紐がねなかなか難しいなっていう感じはしますし、飯塚走路はね相変わらずこう食いつくっていうのがね結構イメージ的にありますからね。また出走路の時でもね、結構ね、それに帯同してくる選手が多いんじゃないでしょうか。ということで、本日のシューちゃんオートですね、二次予選2日目やってまいりました。明日もやってまいります。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです。チャンネル登録、高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会をよろしくお願いいたします。